皆さんこんにちは、大分の高っちょ親方です。今回はですね、アイドルハロプロ写真集の話題です。もう恒例となりました。今回はモーニング娘。20牧野マリアちゃん、マリアンラブリーですのですね、5冊目の写真集マリア19についてご紹介をいたします。今回電子書籍版で購入いたしました。毎度個人的な話題ではございますが、一人でも多くの方にですね、このハロプロのこと、モーニング娘。のこと、そして牧野マリアちゃんのことを知っていただきたいという思いで、もうしぶとくご紹介いたします。どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずはじめに牧野マリアちゃんのですね、プロフィールをご紹介いたします。2001年2月2日に愛知県生まれの A 型でございます。モーニング娘。20というか、モーニング娘。には12期のメンバーとして加入をいたしました。まあ、この写真を、ご覧いただいても分かる通りですね、とにかく美人なんですよ。ね、よくビジュアルエースとか、あとグラビアエースなんても呼ばれてますね。結構いろんな写真集とか、グラビア、外仕事も多いメンバーです。まあ、後ほど紹介しますが、もう彼女ね、生で見た方はご存知でしょうか。もうとにかくスタイルがいい、細くて背も高いですね。まあ、私の友達、ハロプロ全然詳しくない友達ですら、ビジュアルエース牧野ということをですね、今夜比べましたという番組に出演された際に覚えたということで、まあ、それほどですね、結構有名ですね。私もまあ後ほど紹介しますが、15年間まあハロプロを離れてましたけども、牧野マリアちゃんという名前は知ってました。グラビアでかなり、ね、いろんな表紙と飾っているというイメージがあったぐらいですから、とにかく、もう見た目は本当素晴らしい、私も好みです。でそんな彼女ですが、なんと野球が大好きなんですね。日本のプロ野球で言いますと、北海道日本ハムファイターズですね。もともと新庄剛志選手が好きで、で今中田翔選手もですね、応援されています。そしてメジャーリーグですね、アーロン・ジャッジ選手などですね、もう私でもついていけない。私もずっと野球部に所属してまして、小中高と。で、野球は好きですけれども、ちょっとついていけないぐらい。私は正直プロ野球よりも高校野球の方なんでですね、今日は大分の明豊高校が九州大会準決勝勝って選抜当確になりました。なんていうのはどうでもいいんですよ。ね、でまた彼女はですね、イラストもかなりうまくてですね、ハロプロでもこういうイラスト描いて動画も、出てますし、もともとあとクラシックバレエをやっておりまして、だからスタイルも良くて背筋も良くて、ハロコンで歌う時などもこうお辞儀がすごい丁寧で好印象ですね。現在そのコロナ禍でおうち時間が増えた中でも、オンラインのバレエレッスンでですね、また練習を再開されたという話も伺っております。あと余談ですけれども、現在ハロプロメンバー54名かな、昨日アンジュルム3人増えましたので、活動中いますけれども、そのですね、今収録して2020年11月3日時点で、一番生で会っている、握手したりとかですね、あとパフォーマンスを聞いたりしているメンバーがこの牧野マリアちゃんでございます。この今収録している3日前も福岡のハロコンで私、彼女の生歌を聞きました。でこの彼女が、のきっかけで私、15年ぶりにですね、ハロプロに戻ってきたわけでございます。じゃあ何があったかということで、続きまして彼女との思い出について、語ります。彼女とはですね、これから、合計5回、お会いしております。最初がですね、2019年モーニング娘。ワンナイの時にですね、夏の全国同時握手会 ZDA が行われました。この時ですね、彼女は福岡と大分に握手会いらっしゃいました。私はですね、本当これ偶然なんですよ。その日が、その土日が休みで、佐賀での予定はあったんですけれども、ミーハーな私、とにかく有名人に会いたいんですよ。で、こう地元のですね、ショッピングモールのイベント情報を見てたら、なんと、モーニング娘。のメンバーが来ると。もうモーニング娘。といえば、私が今34歳になりましたけれども、私がちょうど中学校3年間がまさにモーニング娘。の黄金期でして、もう日本一のトップアイドルでした。でその、私たちの憧れのトップアイドルと、言葉は悪いですけど、おさわりができる時代になったなというのはちょっと嬉しく思いました。しかも大分、誰が来る？牧野マリアちゃん、
あ、牧野マリアちゃんは僕知ってるぞと。佐藤正樹ちゃんと、まあ、名前は福間瑞稀に聞いたことあるなと。で、牧野マリアちゃん確かグラビアですんごい美人な子だよねと思って、これね、大分の握手会に行こうと思いました。で、ついでにですね、私その佐賀に行く用事があったんですが、その佐賀に行くときによく見たら、あの福岡でも握手会があるということで、そこでも牧野マリアちゃん来るということで、もうついでですから博多にね、駅のところに寄りまして握手したのがきっかけです。あの、もう本当牧野マリアちゃんはね、神対応なんですよ。あの、目も綺麗で、あの、まあ福岡の時は一瞬でしか、もう本当1秒ぐらいしか握手できなかったんですが、大分の時は私、まあ2回転ですね、2回するんですけども、昨日あの私が、あの昨日もあの福岡行きましたって言ったら、マリアちゃんは本当ありがとうとか言ってニコニコでこっちを見て、で私がこうね、握手を笑おうとして去ろうとした時もずっと私の方を見て、ね、ありがとうって言ってくれて、で2回目来た時もすいませんまた来ましたって言ったら、本当ありがとうって言って、いや彼女は本当にね、笑顔とかこの明るい声っていうのは本当キュンとなりますね。でその大分の時はですね、その握手会の前にトークショーがあったんですね。で私そのトークショーに出てて、まあ、あのショッピングモールのですね、まあ、前から3列目に階段座ってました。でマリアちゃん本当美人で背が高くて、で結構トークも上手くて面白くて、で結構ね、まあ、正直目の前にねマリアちゃんが来たんです。でちょうど私目線の位置が、まあ、マリアちゃん太ももだったんですよ。結構あのホットパンツ履いててすんごい足が綺麗で、もうこのね太ももがふんとたまらんって言ったらちょっとエロいかもしれないですけど、本当牧野マリアちゃん美人で、もう周りの結構女オタが多いんですよ。で女オタもですね、女性の方も、いやマリアちゃんやっぱ可愛いわってこうね、みんなうなってました。まあ、正直これはもう当たりだよって、この子は、ね、よく大分に来てくれたねっていうところでですね、もうすっかり牧野マリアちゃんに魅了されまして、まあ晴れてですね、モーニング娘。というか、まあ、ハロプロにですね、15年ぶりにまあちょっと戻ってきたということになります。次にですね、お会いするというか、まあ、パフォーマンスとして見るのが、半年後ぐらいですね、モーニング娘。ワンナインのですね、11月に行われました秋ツアー大分うさこえ USA でございますね。こちらで、まあ、マリアちゃんと今度はパフォーマンス、ステージ上のパフォーマンスを初めて拝見しました。まあ、やっぱ目立ちますね、背が高くて細くて目立つんですが、ただトークとか MC どんな話したかなっていうのはちょっとあんま覚えてないです、正直。まあ、ちょっとその時ちょっと若干押し増しもありましたし、まあ、握手会で大分に来たっていうことは触れてなかったですね。それは確かなかったですね。ただピンポスに出てますけども、ピンポスですね。で、まあ、マリアちゃんが出てきてるのは、まあ、本当に嬉しかったですね。ただ続いて、まあ、会うのがですね、さらにそのツアーから1ヶ月後の、モーニング娘。まあ、通常になってますけど、当時はまだワンナインギリギリの12月の全国同時握手会 ZDA 福岡に行ってまいりました。この時もですね、また福村瑞希ちゃん、牧野マリアちゃん、でも今回は岡村ほまれちゃんが来てましたけど、またマリアちゃんとですね握手をするわけでございます。で、まあ今回3人並んでて、最初が牧野マリアちゃんでした。で、まあ、いよいよ私の番来た。でマリアちゃんがですね、私の方をクッと見てくれたのがまず嬉しかったですし、その時のですね、目つきがですね、あ、変わったなと思いました。夏の時は本当は美少女だなという感じをしました。ただこの冬の時はこう眉毛が、多分こういう写真見てもそうですけど、濃くなったんですかね、キリッとしても大人なマリアちゃんになってましたね。あ、やっぱモームスでモーニング娘。のねメンバーとかもそうですけどね、この年頃っていうのは本当ちょっとしたことで雰囲気変わったりしますしね、お化粧なんてあるんでしょうけど、でこれまたね、大人っぽいマリアちゃんも、スタイルが良くて、そして神対応ね、相変わらずもうキュンとなりますね。まあ福岡とか大きい規模になるとなかなかね、お話ができないからちょっと残念ではあるんですけども、ね、やっぱり相変わらずマリアちゃんはマリアちゃんで神対応っていうのが嬉しかったです。そしてですね、直近でお会いしたのがですね、ちょうども今収録している3日前ですね、福岡での秋のハロコンでございました。この時ですね、牧野マリアちゃんも、2曲ですね、ソロでは歌われました。で、まあ遠くからだったんですけれども、とにかく細くて、特に腕が細かったんですね。まあ、遠目というのもあるんですけれども、もう逆にちょっと私、細すぎてちょっと心配だなというのはちょっと
感じました。ちょっと痩せすぎじゃないかなと思ったんですけども、歌もこうけなげですし、武道館のですね、あのソロコンというかハロコンをご覧になられた方はご存知でしょうが、あのマリアちゃん最後のサビのところでですね、泣いちゃったんですよ、いきなり。まあ、なぜ泣いたか憶測はあるんですけども、声が詰まってちょっと泣いたんですけども、まあ、私はあの純粋な涙だと私はね前向きに捉えてますけれども、で今回その福岡でもね1曲目歌って最後の、サビのところで一瞬言葉が詰まったかなんかで飛んだんですね。多分私は歌詞が飛んだだけだと思うんですけど、いってこう止まった瞬間私もえってなって、また武道館みたいに泣き始めたのかなってちょっとは焦ったんですけど、まあ、なんともなくその後元気で、ね、あの福岡の松並が美味しいですとかですね、あのこの曲歌ってるの福岡出身なんですよって言って、やっぱ中田翔選手の応援歌なんですよって言って、もう相変わらずのねマリア節、ね、マリアンラブリーな世界でですね、本当に元気でもらえて楽しかったですね。これでまあ合計5回あったわけですね。結構やっぱあのマリアちゃんはやっぱりこう美しいですしね、魅了されるものがありますし、こうやって何回もですね交流できること、しかもまあこのハロコンの日は私あの誕生日でしたから、この誕生日にですねこの久々に15年ぶりにハロオタに戻るきっかけを作ってくださったですね、牧野マリアさんはじめこのハロプロのメンバーですねに本当に感謝いたします。ありがとうございます。完全に沼です。それでは最後にですね、まあ、メインとなります今回の写真集の、まあ簡単な紹介と本当に簡単な感想をご紹介いたします。このマリア、19と読むのか19と読むのかわからないんですけれども、今年のですね2020年2月の2日に発売されました、牧野マリアちゃんがちょうど19歳の誕生日にリリースされました。まあ、あの誕生日の日にリリースする、まあ、いわゆるご祝儀用ということで販売されることはもうハロプロでは条例、まあね、通常ですし、まあ、他のアイドルとか、ね、グラビアの方もそうなんでしょうかね、もう19歳にしてなんともう5冊目の写真集っていうのはすごいですよね。あとはこの漫画とかですね、雑誌とかでのグラビアの写真も私もちょくちょく拝見しておりますけれども、いかに彼女がですね、やっぱりこう美しいなと、美人だなというふうに感じますね。しかも撮影地がハワイですよ。19歳でハワイ。いいな、ほんと。海外行きてよ、ほんと。でもうとにかくですね、写真集を見て、もう思うのがですね、もう何度も申し上げてますが、やっぱりこう細くて引き締まってますよね。体も引き締まってて、もうスタイル抜群ですから、実際どのような格好をしても本当に美しくて決まっているというのがですね、牧野マリアちゃんでございます。まあ、その中でも特にやっぱりはやっぱこう水着ですよ、ね、布の面積少ないですけど もう脱いでなんぼとかね、いうふうにね女性の歌も言ってるぐらいですね、本当に美しいですね、プロポーションでございますよ。いろんな水着で、ね、着てますし、やっぱこうね、モーニング娘。20歳になった通過儀礼ってね、言われている、森戸ちいちゃんの写真集の時に紹介しましたが、黒い水着を着てますし、ね、あのこの黒い水着着ている場面ですね、こう後ろ姿を見ると、あの江住真紀子さんみたいな、こうね、かっこいい女性のような姿だなっていう印象も持ちました。で、またあの毎度ですね、あの福場瑞希ちゃん、そして宮本かりんちゃんの時に申し上げましたが、このね、大胆に背中もぱっくり開いてる衣装っていうのもね、このマリアちゃんも似合いますよね。まあこの時は美少女って感じもしますし、もう大人になりつつあるなっていう感じもしますね。とにかくどんな衣装も似合ってて、まあ、あとその制服とかですね、チアガールの姿をしているというのもありますが、まあその現地がハワイというのもあるんですけども、なんかこうスタイルが良すぎて背が高いっていうのもあって、なんかこう若干日本の子というよりかこうハワイみたいなこう外国風な感じのですね雰囲気も、髪型とかもあるのか化粧のね関係もあるんでしょうけど、感じもするのが結構まあ面白い姿だなと思ってます。そして先ほどの握手会でも紹介しましたが、もう目つきがねだんだんとこうあどけに姿からこうだんだんこう垢抜けて、本当に大人キリッとしたね、眼差しとか髪型とかもですね、こう伸びてこう色っぽくなって大人になっていくなっていうところが魅力的ですね。まあ、まさに19歳で、今もう20歳をですね来年明けたら迎えますけれども、着実に大人になってますけど、中身は本当キャピキャピしててね、まあ本当いつまでも変わらない可愛らしさがあるなというのが、この牧野マリアちゃんのですね、まあ、特徴というか魅力でございますので、まあ、ぜひですね本当ビジュアルエース
ハロプロでもトップクラスの美貌とスタイル良きね、もう外見でございますので、私とは全然違うですね、もうちょっとね脂肪分けてあげたいぐらいというですけどもね、本当に美しいのでですね、結構こう男女構わず魅了されると思いますので、ぜひ皆様牧野マリアさんのですね写真集、ご購入いただければと思います。ということでですね、本当駆け足で早、簡単で甚だ簡単では恐れ入りますが、以上ですね、紹介とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければいいねボタン、ね、高評価もお願いいたします。そしてチャンネル登録もお願いいたします。まだまだハロープロの、ね、写真集は今度書籍版とか紙で来るのはあと2冊届く予定にしてますし、また追加で電子版とか、今友達が今日カイディのね写真色赤いで買ったということでね、私もね色赤いでね買おうかな、もう本当に悩んでますので、まあいろんなねメンバーのとこういうね写真集という形でも触れ合っていければなというふうに思っておりますので、どうか皆様よろしくお願いいたします。それではまた。推しのために今日も働く。まあ今日はちょっと文化の日で私お仕事休みです。